フォーマ M702 イスは、モトローラが開発した、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。M702 イスのデザインは、アメリカやヨーロッパなど世界各国で発売され、およそ5000万台を売り上げた、モトローラレーザー V3XX をベースとしている。人気の高い薄型のフォルムをそのままに、NTT ドコモのフォーマ端末として、日本市場に登場した。 モトローラ発の i モード端末でもある。厚さは 14.9mm で、フォーマサイウスの座をプロスサリド2からダッシュした。3G ローミングに対応し、日本国外でも利用できる。2.2インチクベガをメインディスプレイに採用している。搭載されるカメラは130万ガソシーモス。接写機能がないため、バーコードリーダー機能の搭載は見送られた。 テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約10万画素。外部メモリーカードはマイクロ SD カードに対応。公式には 1GB まで対応する。フォーマ端子は装備されておらず、USB 端子が装備されている。バスパワーによる充電は無効化されているため、充電はフォーマー用 AC アダプタに変換器をつける必要がある。また、この端末のボタンは青色に光る。 アイアプリは、ハングリーフィッシュ、オプルトートがプリインストールされている。その他、為替換算機能付き電卓や、ワールドクロック機能を搭載している。ネオブラック、ホットピンク、クールシルバーには、裏面にドコモロゴが刻印されていて、メインディスプレイの上にモーターラロゴがない。ドルジアンドガッバーナとプロダクトレッドには、メインディスプレイの上にモーターラロゴが刻印されている代わり、 裏面のドコモロゴがない。i モードやメール、i チャンネルではソフトウェアの違いからかアプリやデータボックスの時とは画面デザインに違いがある。マルチタスクには対応しているが国内メーカーとは異なり専用ボタンはない。また i モード、メール、i チャンネルは i モードアプリケーションという一つのグループに扱われ同時に起動することができない。発売当初。 70X シリーズとしてはこれまでにない人気を得たが、2007年2月に、超薄型端末の n 7 0 3 i μ u p 7 0 3 i μ u が発売されると販売数は減少。本家モトローラレーザー V3XX ほどの人気を博すには至らなかった。マナーモードの設定方法が2種類存在する。一つは、日本の携帯で、一般的な、キーの長押し。もう一つは、 海外の携帯電話で主流のプロファイルから選択する方法である。外見は日本以外で販売されているモトローラレーザー V3XX と同じだが、中身のソフトは NTT ドコモの仕様になっており、V3XX とかなりの相違点がある。アイコンは一緒だが、メニューの表示方法や機能の名称は全く違う。データボックスも V3XX とは異なる。 モートラザー V3XX ハウツーガイドを見ると違いがよくわかる。ありがとうございます。